ちゃんのじゃん。ガチャの降る初は追加はライトブレイズ行きたいと思います。さっきショートでウサギ買ってたんで、あと8割モモンガチーカワを当たるまでやっていきたいと思います。当たるまでです。行きましょう。お金どんどん崩しますんで行きましょう。じゃあ1投目行きましょう。当たるかやめり。1投目これもう探しに探しまくってたからね。1投目は何か、8割ら辺欲しいね。さあ1投目です。青が来たので青が、まあじゃあ1個目当たりだね。よいしょよいしょ。さあ一番欲しいのは何ですか。チカ楽しいですね。いいね。僕開けようかじゃあせーの、パンということで1個目、8割かわいいね。さあ2投目何が当たるか。栗まんじゅうは避けたいね。なんとか、嫌でーす。おおおすごいすごい来てる。これ何だと思う。これモモンガでしょって。待って待って待って、せーの、せーの、せーの、パン。はい、モモンガじゃあここで次もチーカー当たったら最後ですね。血が当たってます。これで当てたらもう神回だね。やはり来ました。でもこれはいいやつだよ。8割8割です。ということでともちゃんお金が足りないんです。ください。じゃあ下ろします。はい、いらっしゃい。じゃあ2000円これで7回できるので、まあここからね大どんでん返しの当たらないパターンもあるが2択だね。この色はね、せーの、はい、ということでシーサー。これで後つけないのは栗まんじゅうとあっち側と、ここから全種類コンプリート企画に変更。あ、ちょっと、あと2話私の推しです。かっこいいよね。きっと私の推しが当たったと思う。これパン、あ、これじゃあ残り栗まんじゅうとちいかわですね。全種類よし、行きましょう。クリクリと言い方、言い方ちょっといつもはクリクリが最初に来てくれる。最後ちいかわ来たら嬉しいね。じゃあクリちゃん、ここからどんどんで返してどんどん当たらない喧嘩もありえるから。モモンガ来た。じゃあせーちいかわ、モモンガね。よし、ちいかわとクリまんじゅう当てましょう。さあ、来た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 、せーの、パンちいかわ。クリまんじゅうを狙ったあと10回ぐらいやるのも楽しいんで行きましょう。やばい、ダブルすごい。これなのでせーの、8割。行こう。まさかのいつもすぐ出てくるやつで。クリマンジュに苦戦すると。この展開、3人のこの展開楽しい。コースが、ね、この展開楽しい。いつもなんか狙ってなくて出てくる。行こう、行こう。じゃあクリマンジュ。嘘。さあ、クリマンジュ当たるのか。開けてみます。クリマンジュかな。せーの。クリクリ、今回の最高の当たりはクリマンジュってことで、ということで、LR でやったり、コンプリートしました。何回でやったんだ。なんかこっちに行ったよね。10回だね。10回10回で、あ、ウサギさんもじゃあさっき当てた、はい、ウサギさんって最初に来るってないよ。ウサギさんでまさかのクリクリが最高だった。はい、10回で10回だね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回でちいかわライトブレス。ということは、ストーブだ。3000で。あお。3000でコンプリートできます。新潟にMV を撮影しに行くときはちいかわの腕時計をして MV 撮影に行きたいと思います。ちいかわライトブレスでした。怒らなかった。怒らなかった。山頂。ライブでした。バイバイ。チャンネル登録お願いします。目指せ1万人。
君との日々は夢みたいだったよ。黒黒青春秋の空は明かし、ひらぎ揺れるのにはかかし、そして君の心はいつまでも青き。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画はこちらです。